シュナ君久しぶり。写真撮ってくれる。ねえねえねえ。ちちちすごい松井ちゃん。かわいい。くちゃんは久しぶりだよ。むーちゃんがいた時に会ったんだよ。そうですね。ね、あれ。かわいい。何？ちっちゃいから耳の中にこしょこしょ。何話してんのね。何話してんの？何話？あ、これあかんよ。くーちゃん。あ、こーら。はい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 。むーちゃんの時は全然だったで、むーちゃんがいた時はむーちゃんに興味を持ってたの。そうですよね。ね。これはやんちゃだからちょっと怖いよね。まだ来たばっかだし、若いし。ちょ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 。ねえ。なんか3歳か5歳から5歳ぐらいですって言われたんですけど、いやでもそんなことないから2歳ぐらいでしょと思ったんですけど、もっと若いんじゃないって。はいはいはい。いやすごい、これカットですか？カットで。すごい。はいはい。あ、そう。まつげだけは長いってやつ。あ、ごめんごめん、くーちゃん。お久しぶりだよ。あなたはじ、あら、ふーちゃんはじめましてなのに。ふーちゃんは、人の方に興味が。あれ？ちょっとどこ行った？はい、はい。おはよう。ねえ。かわいい。ほらほらほら。ふーちゃん、はじめました。うん、よかった。かわいい。前はね、こんなワンワン言ってくれなかった。あ、これ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 、ほら、うぅ、ちょっと待って、ほら、くぅ。遊んでる遊んでる。シュラ君すごいわ。いや一発でやられちゃうよ。痛いね。こっちで遊んで。あ、違う、でもクーちゃんの方が好きだろ。クーちゃんの方が好きだって。クーちゃんと遊びたいって。あれ何やってんの？散歩だったけど、くーちゃん。くーちゃん。散歩行こう、散歩。ね、あと半分帰るよ。あ、もう、ドッグランでもこうなの。一個も走らず。気づいた、気づいた。お散歩から帰ってきたら、あ、起きちゃった。ブーブー言いながら寝ちゃうよね。